今度は日本の赤石康生、68キロ級銅メダルをかけての試合が始まりました、はい、さあ赤石とトルコのイランですね、アクバル、イランのアクバルネジャット、はい、アクバルネジャとイランの対戦です。このネジャットは昨年のアジアチャンピオンですね、はいはい、まあ、昨年行われた世界選手権では日本のフリースタイルは全くメダルに手が届きませんでした。そういった意味ではこのバルセロナオリンピックでは68キロ級赤石康生よく健闘しています。ここで3位4位決定戦、勝てば銅メダルです。さあここでぜひとも取ってほしいですね。今大会の赤石は敗れたのが EUN のファザエフ、超人と言われるそのファザエフに敗れました。一方のイランのアクバルネジャドは敗れたのは初戦ブルガリアのゲツォフに敗れています。青のイランが先にパスイブ。さあ赤石このチャンスにぜひとも一つ返してほしいですね。そうですね、はい、思い切ってもうパーテルからの攻撃権を得ています赤石康生。思い切ってこれ返してほしいんですがね。がっちり守りますアクバルネジャド。イランさあなんとか崩してここはポイントを上げたい赤石。さあ持ち上げた、惜しいですね。ちょっと手を痛めました赤石、はい、試合は始まって1分43秒経過しています。さあ赤石積極的に入ってほしいですね。これけっぱれ赤石康生、ふるさとからも応援が来ています。青森県の出身。まだ両選手にポイントがありませんので、先にどちらが点を取るか。まだ0対0残り3分を切っています。ロサンゼルスオリンピックでは銀メダル、ソウルオリンピックでは4位に入っている赤石、8年ぶりのオリンピックのメダルに手がかかるかどうか。今度は赤石がパーテルです、はい、さあプレッシングを取られました、はい、プレッシングはダメですね。ここは守り切りたいところです赤石、はい、トルコのイランのアクバルネジャと上から攻めます。攻撃権を取っています。さあ足をやってはダメですよ。ここはしっかりしのがないと。アンクルフォールドを狙おうというイラン、アクバルネジャドこらえた、はい、こらえました。スタンドです。スタンドですね。立ち上がります。アクバルネジャドも攻めきれませんでした。この膝はかなり痛めてるんですか。いやそんなそうでもないですか、はい、そんなことはないと思いますがね。もうここまで来たら膝はもう痛いもクソもないですね。昨日今日と非常にあの赤石はいい動きですよね。はい、いい動きをしてますからね。なんとかその波に乗ってほしいですね。ここで低いタックルに来ましたアクバルネジャド。イランと日本の赤石康生の3位4位決定戦、銅メダルがかかります。時間はすでに残りが1分30秒台、はい、まだポイントがありません。0対0今度は青パッシーブ、青パッシーブ、パーテレポジションを取りますイラン、アリ、アクバルネジャド。さあ赤石一つ返してほしいですね。ここで思い切ってここは取りたいところです。先制ポイントを上げたい赤石、はい、さあどう決めた、どう決めて最下横崩しなるか。さあどうか赤石力が入る、こらえるイラン。
さあここでうまく腕が決まるといいんですがね、腕は決まるといた、さあ帰ったポイント、ポイント上げた2点、赤石さあ銅メダルへの2点を上げました。赤石さあここで残りが間もなく1分になります。残りが1分になります。赤石リード、ここで赤石逃げてはいけません、はい、攻めなければいけない。赤石逃げると低いタックルに来ましたイランです。赤石構成2点を取りました。横崩しが見事に成功しました、はい、ここで逃げないでもう攻める気持ちがないとダメですね、はい、前へ出てないと気持ちが、ね、はい、下がってはいけません。さあまた低いタックル、今度はパスイブを取られました赤石、はい、赤石がパスイブ、さあここで守りきらないとダメですね。アクバルヌジャド、あと33秒ですね、33秒残り。赤石8年ぶりロサンゼルスオリンピック以来のオリンピックのメダルに手がかかるかどうか。さあここで現在2対0、さあイランが攻める、赤石これ行ってはダメですよ、赤石こらえる、残りが20秒、残り20秒、さあここは頑張りどころ赤石、なんとかしてこらえないと、しっかり腹ばいになっています。残りが10秒になりました。さあ銅メダルであと10秒、さあ頑張れ赤石、さあと赤石が上になった、ね、赤石上になった、ポイント決定的な2点、赤石決定的4対0、赤石勝ちました、赤石勝ちましたね、やりましたついに。赤石がイランのアリ・アクバルネジャドを破りました。赤石も血だらけですね。そうですね、もう目から血が出てますね、目から血が出ています、はい、よくやりました赤石、よくやりましたね、まぶたから血が出てますね。そうですね、相当激しい攻めがありました、はい、よくやりました。最後の横崩し、逆に赤石の方がポイントを重ねて4対0となりました。そうですね、今横崩しやりましたね、これ